さあ次いきます。こちらこちらもまあ一部だけなんですけれども、このライブ ID ブースということで、こう皆さんがいらっしゃるのと、そしてヒストリーとあります。ヒストリーもこれ一部だけなんですよ。まああんまり内容読めないと思いますけれども、行ったらこの壁の美しさ、ちょっとテンション上がっちゃいますよね。ちょっと私あのめちゃめちゃうろうろしてたんですよ。あの先ほど歩数計をね、あのツイッターにアップしたんですけれども、1万歩ぐらいになってましてあのずーっとぐるぐるして歩いて写真撮ってたらそうなってましたね。皆さんいい運動になると思います。そしてホロライブインドネシアと食べたいお弁当、こんな感じになっています。はい、あなんか食べたことなしごれんはわかるけど他が食べたことないなっていう感じなので、この機会にねちょっとチャレンジしてみて、ぜひ ID の皆さんに感想とかね教えてあげても良さそうかもしれないなと思っています。そして ID チームですね、すでにあの投稿があった確認できたのはイオフィーさんですね。イオフォリアめちゃくちゃドキドキしてる。 We will deliver smile and happiness to you イオフィーセンターカリアンということで、もう皆さんに笑顔と幸せをね運んでくれると思います。まあ、緊張しますよね。ID の皆さんもね続々と活躍していて、とってもとっても私は嬉しいです。ああこんな感じで結構駆け足ではあったんですけれども、ライブのこともお話しすることができました。ああ